はい、皆さんこんにちは。えー、音ゅんの Vlog を始めたいと思います、えー。今日は11月の11日です。まあ、ポッキーの人か、独身の人がいろいろ呼ばれて、まあ、横並びでね、なんかめでたいような感じがしますね。えー、今日はですね、えー、昨日11月10日から、アビコの市議会議員選挙がスタートいたしましたんで、えー、そこには日本維新の会は2名、えー、公認候補を立てておりますので、えー、この件について皆さんにお知らせと応援のお願いをしたいと思います。えー、これ、ガソン氏とか書いて、アビコと呼びます。 千葉県にあります。千葉県の、まあ大きい市で言うと松戸市です、まあのお隣ですね。なかなか都民でもこれアビコって呼べないんですけども、まあこの千葉県のところにですね、えー、昨日から1週間で始まりまして、2名立りたと。そしてですね、まあ関東の皆さんであればなんとなくわかると思うんですが、このアビコ市って、まあそんな大きな市じゃないですね人口20万人ぐらい。で、市議の定数は24。で、今回30人立候して6人が落ちるという、まあ市議選手は結構な激戦ですね。ここにですね、 今、日本維新の会が2名立てるというのは、そう簡単なことではないと。なかなか、まあ、大阪とかのね、感覚で言えば、2名ぐらい余裕でしょうって思う方が多いと思うんですけども、やっぱりね、東京でも各23区、まあ、何名も今回誕生させていただきましたけども、まあ、各1人というのが大体ベーシックな、維新は状況なんですね。なので、今回この2名を通すというのは、チャレンジであると。 いうことですので、ぜひですね、まあ、アビコに、しに住んでる方はもちろんのこと、アビコに知り合いがいるとか、あるいはですね、まあ、ちょっとそういう心当たりはないけども、SNS、SNS 発信とかでね、私とかをブログとかツイッターとか、そういったものを拡散していただいて、まあ、ぜひですね、ご支援をいただきたいと思います。で、ま、男女一人ずつ、まあ、擁立させていただいたんですけども、まあ、セリザーさんという方はもう現職ですね、もう3期目か4期目になるんですかね。で、まあ、74歳、ベテランなんですけども、まあ、女性の視点でアビコ姿勢を前に進めてきたと。 そして西川義勝さんは新人です。でも54歳なんですけども、非常に若々しい方で、なぜかというとですね、なんと西川さんは NHK のラジオ体操の先生だったんですねで。あのラジオ体操を教えに全国回って、ラジオ体操第一っつってこう目の前でやるということをお仕事にしてた体操のお兄さんということなので、まあ、健康政策とか。 そういったものを中心として若々しい姿勢を作っていくということで、もう私も実際昨日出陣式にお邪魔したんですけども、非常に見た目も考え方も声も若い方だったので、まあ、新人で政治経験はないですけども、これは姿勢に新しい風を期待できるんじゃないかなと。 というふうに思います。で、わずか1週間短い日程で、多分この動画公開される頃には、また、あ、2日とかになってると思いますんでね、ぜひ応援をお願いしたいと思います。で、あとここからまあちょっと余談ですけども、えー、やびこ市議選にはですね、おなじみの N 国と NHK から国民を守る党も、 立候補させてます。で、昨日立花さんがね、また駅前でバーーやってたんですけども、立花さん、エビナ市長選出てて、昨日投開予備だったんですけどね、投開予備にもう次の選挙の応援をしてるということで、もうほんと選挙マシーンみたいな方ですけど、ただね、やっぱ僕は N, N 国のやり方とか全然共感しませんけども、選挙のやり方うまいなと。 僕、実は、阿ビ子市はですね、県議選の応援、水野祐希さんっていう県議会議員が僕、友達なので、何度も応援に行ってるんですけども、結構ね、駅前がね、みんなあんまり活用しないんですよね。それですか車ぐるぐる回してて、駅前はそれなりに人が、 いるにも変わらず、あんまり街頭演説とかは長時間やる人はいないと。で、そこに、ね、しっかり目をつけて、もう立花さんはね、駅前に長時間デーンと居座って、ずっと演説してチラシを配ってると。もうそこね、僕もずっと何度も行って、もっと駅前を活用する人がいてもいいんじゃないかって思ってたところをやっぱちゃんとついてくるっていうですね、まあこの選挙はね、ほんと合理的。 ね、そして最適な行動をするな、ということは思いました。ただですね、まあ、そんな兜を脱いで負けるわけにはいきませんので、日本一の会は第三局改革政党として、西川四月、芹沢雅子、この二人をしっかり通していきたいと思いますし、私も全力で応援をしていきますので、ぜひ皆様の SNS の拡散等でのご支援をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それでは、また次回。